JC マリアテギ・ホセ・カルロス・マリアテギは、20世紀、ペルーの政治思想家、ジャーナリスト。ラテンアメリカ最初のマルクス主義者と称される。サインペル南部のモケグア市で生まれる。父は独立戦争を指導した、リマの旧家の出身であったが、ホセが生まれた時には家を出ていた。生後すぐに、母と共に、リマに移転、5歳の時に、 リマ北方の港町、ウアチョに引っ越して、小学校教育を受ける。8歳の時に、結種で左膝を痛め、以来左足が不自由になる。4年間の病院生活の間で、手に入る書物をすべて読み漁ったという。14歳から、リマのラ、ラプレンサがミで働き、20歳頃から、ファンクロニケルの、ペンネームで詩を書き始めた。1916年。 コロニダシへの参加を通し、ペルーの社会批判運動に加わった。同じ年に親友と共に、エルティエンポ紙の発行を開始し、政治への発言を行うようになった。1918年には、雑誌、ヌエストラエポカの発行に携わる。1919年のララソン紙を発行し、その中でアルゼンチンから大陸中に広がった大学改革運動を支持し、 労働運動を支援する。この新聞は、人民のための新聞を目指すことを宣言し政府と対決する姿勢を見せたことで、その年の8月に、レギア大統領は、新聞の発禁とマリアテギラの国外追放を命じた。大統領により政府特派員という身分を与えられた、上で、マリアテギは1923年まで、イタリア、フランス、ドイツ、オーストリアをめぐり、 マルクス主義を知り社会主義への系統が一層強まった。帰国後、ゴンサレス・プラダ人民大学の講師を務め、学生連盟の機関紙、クラリダを編集した。この雑誌には、アメリカ革命人民同盟の創設者、ビクトル・ラウル・アイア・デラ・トーレが関わってる。さらに1926年、アマウタ氏を発刊し、1928年に、主張。 ペルーの現実解釈のための7シロン7インサイオーズで、インタープリトゥセオーネ・デラリアリダッド・ペルアナを発表した。同じ年、かつての名優アヤデラ・トーレと路線の対立により、決別し、9月16日にペルー社会党を創立し、自らは初期長となった。1929年のペルー労働総同盟の結成に尽力するも、その年の5月に、 ラテンアメリカ労働組合会議、6月の第1回ラテンアメリカ共産主義者会議において、ペルー社会党の考慮はコミンテルン派の非難を浴び、すでに病床にあったマリアテギは反論する意図もなく、翌年4月に没する。国際共産主義運動への連帯帝国主義支配に、対して、階級的視点から反抗を組織する。ペルーの中間階級は、 白人文化への親近感を持つ先住民と協力はしないという現実を認識する。インディヘニスもまず先住民の復権に着手しなければペルーに社会主義は根付かないであろうという考え方であり、先住民の共同体は社会主義の基礎になり得るとも考えた。マリアテギ思想の特徴はペルーの現実という個別性を強調することにあり、 諸国の共産党の独立、共産党内の異論を許さない、コミンテルンの方針からすると、否定されるべき特徴ではあった。ペルー社会党内のマリアテギ派の排除が進み、1930年5月20日に、社会党は名称を、ペルー共産党とし、マリアテギの政治思想は、コミンテルンの内部では、アナーキストやトロツキストと、同一視され、非難された。 その後1942年に共産党初期長プラドによりマリアテギの復権が始まりマルクス・レーニン・スターリーに主義者として再評価されるに至った。現在のペルーにとってマリアテギは最高の国民的知識人であり左翼運動の象徴としてトゥパクアマルやセンデロ・ルミノソを含むあらゆる政治勢力が彼の名を挙げる。2011年に ペルーの大統領となったオジャンタウマラの設立した与党であるペルー民族主義党もマリアテギの影響を自負している。ありがとうございます。